そう。お、来た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 。そんな大きないけど釣れました。こんばんは。お金をかけずに誰もが楽しめる釣りを提案する釣りのレシピ、釣りレシピです。お疲れ様です。お久しぶりです。さあ行ってきました、釣り。久しぶりに、ちょっとしばらく行けてなかったんですよ。で、久しぶりにね、ちょっとこう実調しに、行けたんですけど、ね、あの話題のダイソーのこういうね、ルアーなども、試投してきたんですが、実は、あるチューンをしてから釣りに行くとですね、なんとダイソー商品が無双したっていう出来事があったんですよ。ダイソーのルアーと、で、それをどうチューンしたらこんな風になったかっていうのを、お伝えしたいと思います。では、いや、もうダイソー様なんですね、今ね。というわけでですね、まずはね、ダイソーのこのメタルジグリアルカラーですよね。のね、まあ、28g、で、キジハタアコウが釣れました。で、この日ね、実は結構渋かったんですよ。で、渋くて釣れへん釣れへんってみんなで言ってる中で、なんと釣れたのがワームとかよりもこれやったんですね。メタルジグリアルカラーで、このメタルジグリアルカラーの実際釣ったものがこれになります。サバカラーのやつですね。で、これどんなチューンで、釣りに行ったかと言いましたら、それが気になると思うんですよね。これあのフックついてないんでね。まずリアが、セリアの4番のトレブルフックです。セリアさんのものは100均の中ではまだね、サビに結構強いです。赤サビ出てませんよね。これ洗ってないです。赤サビ出てないですが、この黒いサビしか出てないんでね、比較的ね、比較的でも100均の、フックの中ではね、まあまあ強いですし、これ40センチぐらいのアコをかけたんですけど、全くなまったりとか、してないですね。伸びたりもしてないです、はい。で、フロントは、なんか僕の結構好みなんですけど、メジャークラフトさんのアシストフック M。これね、意外とね、信頼度高いですね。何回も使っても、割と、いい仕事をしてくれる。でなので、ダイソーのこのリアルカラーに、同じ100円均一のセリアの4番と、大阪のメジャークラフトさんのアシストフックの M を、合体させるとアコウが釣れちゃいましたという話に、プラス、釣れてない、ね、一緒に行ったら釣れてない人とかもいたんですけど、ケイムラ加工してました、これ。プラス、ケイムラチューンをしていきました。シルエットがね、ベイトに合わせてちょっとちっちゃかったのも良かったと思うんですけど、釣ったアコはイカを吐き出したので、まあ、ちょっと多魚種食べてたみたいなんですけどもね。やけど、ね、このチューンで今回は非常にお魚からの評判が良かったです。ちなみにね、もう一匹釣ったんですけど、もう一匹は、さらにシルエットをちっちゃくしようと思って、タングステン投げました。ディオさんのタングステンで釣りました。さ、ということですね。で、それはね、まあ、それは何でしょう。まあ、ちょっと今回は、まあまあ、ウォーミングアップみたいな感じで釣ってたんですよ。で、釣れへんの釣れへんの、実はまあ釣れて、うわ、ダイソールはすげえってなったんですけど、本命はね、夜のシーバスでした。で、じゃじゃん。シーバス狙いのためにね、私もサイレントアサシン、昔からね、サイレントアサシンさんとか、ね、シーバスハンターさんとかね、持って行ってました。で、
なんとか一本あげようとね、思って、釣ってたんですが、あのね、その日、もう全然渋かったんですよ。でも魚はね、いたんですけど、なかなか食わなかった。で、これダイソーのね、新編とかもね、これノーマル状態でね、投げたんですけど、これも食いませんでした。そんな中でね、無双したんですよ。何が無双したか。こいつです。シンキングミノン。ダイソーの出している16g のこのシンキングミノン、イワシカラーがバックりました。もうね、僕、戻ってきて、実はね、最後、マダイに、僕にかけられ、かかって、で、そのマダイをね、ちょっと雑に抜き上げようとしたんですよ、僕。なぜか。で、抜き上げようとしたら、そのまま、ラインブレイクして、ルアーごとなくなったんで、買い足しました、2つ。もうこちら、あるうちに買おうと思って、この有能さを、なんだろう。もう、みんなが気づく前に早く買わんと、と思って、200円やしね。セットアッパーとかに、全然反応ナッシングですよ。まぁ、ちょっと、ベイトの大きさが違うのもあると思うんですが、めちゃめちゃ、後半の、マダイ、アコウ、シーバスが食ってきました。それぞれね、もう僕はちょっと、タモ入れでミスったやつも入れると、マダイも2匹以上はかかりました。もちろんシーバスも4、5匹パパパとかかりましたので、もうこのね、ルアーの、なんやろ、無双っぷりがすごかったです。で、ただし、この、シンキングミノンね、そのまま使ってないです。さっき見ていただいた超過情報の、時は、実は、そのまま使っていなかったということを今お伝えします。で、じゃこれ、どう注意してたんやって言ったら、夜間なので、すごいゆっくり、スローにこう巻いて、シーバスを、とか、他の魚を、こう、誘ってたんですけど、リアの、このフェザーを外して、別のル、トレブルをつけてました。多分、このルアー自体が、下から見たら白、反射板が入ってて、しかもクリアっていう、このなんか、すごい、クロート、なんだろう、分かってるっていうかね、すごいいい感じに作られているのもあると思うんですが、的確にかけていけたのは、やっぱりこのリアを僕乾燥したからだと思うんですよ。で、このリアは、これに変えました。じゃーん。これ今まで紹介してなかったですね。ガマカツさんのスタンダードラウンド、ベンド SRB ってやつですね。トレブル SRB、SRB 特用のサイズ5番センターバランスアイ、さまざまな魚種に対応ってことで、触った感じもね、めっちゃスムーズに、なんかツルツルしてるんですよ。で、まあ、次に備えて今からまたつけるんですけど、このガマカツさんの5番を、ね、トレブルのシャープの5番を、これにつけたら、なんかもうめっちゃね、バランス良くなって無敵になりました。5番です。で、なので、もしよかったらね、一度試されてみたらどうかなと思うんですよ。このノーマルのこのフェザーちょっと好き嫌い出るんで、フェザー外した方が、僕はなんか、ミノ自体本来のね、動きがより出て良いのではないかなっていうふうに思います。これがまあ、ブラックバスとかに使うんだったらどうかわかんないんですけど、海で使う場合にはこの方がね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、まあ、結果が出た。ということで、ちょっとね、今日はお伝えしたいなと思いまして、こういうチューンもおすすめですよ。まあ、別のチューンももちろんおすすめのあると思うんですけど、まあ、今回は、ちょっとこういうチューンがおすすめだったっていうことで、ね、お伝えしたいと思います。またよかったら、試して、見られた方、超過上がりましたら、コメント欄等で教えていただけたらありがたいです。はい。それではね、またね、同じ、チューンでまた超過上がりましたので、どっかで僕も、また動画作ろうかなと思いますので。
よろしくお願いします。結構実績あります。このチューンは結構実績ありますんで、安心してお試しください。それではまた、よろしくお願いします。お疲れ様です。また来週頑張りましょう。さよなら。